ライブを終えてですね、ちょっと雨が降っていたんですけど、ファンの方もたくさん来てくださって本当に盛り上がってくれて嬉しかったです。でも私自身ではちょっとミスをしてしまったりとか、初日でミスをしてしまったっていうのが少し悔しいなって思います。雨の中本当に来ていただいた方がたくさんいてありがとうございます。私個人的にはですね、あんまり緊張しなくて結構リラックスして楽しくやれたかなと思います。あと今回は初めてトッピングガールズということでみんなで掛け声をね、はい、作ったんですよ。今まで仮面女子高校生ではもうなんか一人が仮面女子高校生行くぞーみたいなやつなんですけど、今回はみんなでトッピングガールズ再び押していくぞーって言って 声をねかけたので、なんか一丸となった気持ちで今回は臨めました。からずっとお父さんやお母さんが作ったラーメンも食べてきて、お店のラーメンも結構食べてきたんですけれど、ここのラーメンって本当に思いが詰まってるというか優しさが詰まってるラーメンだと思って、みんないい人たちなので全制覇する気持ちで食べていきたいなと思います。でも太らないようにたくさん動いてライブも盛り上げていきたいです。ラーメンとつけ麺が、6週間にわたって全60店舗以上出されるので全部食べれるのが難しいんじゃないかってぐらい本当にたくさんのお店が出店されるので、もうね、どこから食べていったらいいか迷っちゃうけども、推し店舗を決めてそれをみんなにアピールできたらなと思っています。はこの大つけ麺博プレゼンツ最強ラーメンフェスを盛り上げるべく私たちがですねライブを行っていくということなんですけれども、このつけ麺が好きで来てくれてる方もちょっとアイドル気になるなっていう方も、もうみんなを私たちのファンにして、そして秋葉原の方にも来ていただくという目標を持ってやっております。そして来週からは町田の駅前でもチラシ配りをしながらちょっとね、ワイワイ踊ったりなんかもしちゃうので、そちらも注目です。結構家族が多くてお子さんたちが多いので、今ヒーローショーの方がやっぱどっちかっていうと人が多かったんですよ、1回目の私たちのライブよりも。でもここからね2回目3回目と今日もライブがあって、まだ1ヶ月以上続くので、最後にはもうかなりのね大だかりの人になるように、私たちトッピングガールズがライブを盛り上げていきます。畳みかける